お待ちしてました。え、遅れて申し訳ない。あ、構いませんよ。私も父におとなしくしているように言い聞かせていましたので、これで静かにご用件を伺います。私に？あ、これって誕生日のお祝いですか？嬉しいです。開けてみてもいいですか？これはタロットカードですね。絵がとても可愛い。普段使い慣れたもの以外で占うことはあまりないですが、これなら手軽に占えるし、結果も目に見えて楽しそうですね。ありがとうございます。今度ギルドの皆さんと一緒に占ってみますね。実は今日はとてもいい日になると占いに出ていました。ただここまで嬉しいこととは思っていませんでした。この思い出はお墓の中まで持っていきますね。